ようやく、復帰できました。まずは今日一緒に走ってくれた7人の選手に、感謝したいと思います。そして、今まで、支えてくれた、周りの方々、そして、応援してくれたファンの皆様に、感謝を伝えたいと思います。ありがとうございます。変なことを聞かないようにお願いします。どうも、はい、よろしくお願いします。お願いします。余裕がなくて何も分かってなかったです。もう吹っ切れましたね。緊張もいい緊張感だったので、まあ、外をちょっと回ろうと思ったんですけれども、ちょっとエンジンが外回りのエンジンじゃなかったので、中行くのも怪我明けなんでどうかなと思ったんですけど、ちょうど空いたところはうまく入った感じなんですけれども、まあでもそうですね、2年3ヶ月休んでも、まあレースのこの感覚っていうのは体が覚えてた、覚えててくれたんで、あそこ行けたと思います。きつかったですね。まだまだこれが課題になってくると思うんですけれども、2週3週目ぐらいまでは勢いよく行けるんですけれども、そこからがやっぱりこの右足の力が入ってるのか入ってないのかがまだちょっとよく分かってないような感じなので、まあ、レースを重ねていけば多分その神経障害っていうのも治ってくるっていうふうに言われてるので、まあ、レースをこれから重ねていって、うん、徐々に治していきたいと思います。ちょっと 時間的な戻り方ありますけれども、復帰に向けてのこう今ここで復帰しよう、まあ、初日なので、うん、こう分散されてるので、はい、これがね勝ち上がりなので、うん、最終日まで最終日に優勝戦まで行けてれば、うん、戻ってきたんじゃないかって自分でも多分感じると思います。どうでしょうか。自分でもよく分かってないのでまだ、はい、そうですね、80点ぐらいは、うん、はい、まだ上積みはその20点分の上積みを見込めそうな、上積みはこれからその6周回しっかり同じペースで、その思想が3人出たら3人のペースで走れるような体を作っていくことと、うん、まあ、あとはエンジンをもっともっといいエンジンを作るっていうことを、はい、やります。長いような短かったような、でも2年3ヶ月の間に、まあ、退院してからはいろんな方面でイベントをやらせていただいて、まあ、本当にそのおかげで、ね、ファンの皆さんと会えて、で応援してもらって楽しく過ごせた時間でしたね、うん、はい、もう一番大きな目標は、もう一度日本一になりたいですけれども、そんな甘くないと思うので、今 B 級なので、とにかく SG のレースに出れるぐらいまでには行きたいと思ってます。すいません、以上でありがとうございました。ありがとうございました。短くないですか、大丈夫ですか、もっと聞いてもいいですか。いいですよ。それ多くの支えっていうのはいろんな人が、それは講師ともどもってことですか。そうですね、でもやっぱり一番は本当にファンの皆さんが、うん、ね、諦めずに応援し続けてくれたおかげだと思ってます、はい、そうですね、直前でちょっと一着は取れないかもなって言ってしまったんで、車検買ってない可能性があるので、ね、その辺はちょっと分かんないですけど、まあ、でも、ね、元気な姿で一着、ね、走ってるところ見せられたんで、はい、恩返しになったと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。大手レースこれからもよろしくお願いします。